シドニーはオーストラリア海軍の航空母艦。元はイギリス海軍のマジェスティック級航空母艦2番艦、テリブルであった。テリブルは1943年4月19日にプリマスのデボンポート交渉で寄港し、1944年9月30日に浸水した。同級の他の艦同様。 第二次世界大戦の終了により工事は中断されたが、オーストラリア海軍への売却が決定し、シドニーと改名、1948年12月16日にオーストラリア海軍最初の空母として収益した。シドニーと姉妹艦のメルボルンは、マジェスティック級の中で戦後に完成した最初の艦であり、最も先進的な艦であった。シドニーは、 オーカーシー・ヒューリーとフェアリー・ファイア・フライを装備し、1951年から52年にかけて朝鮮戦争に参加、朝鮮半島水域で国連軍と共に行動した。シドニーは多くの戦闘に参加し、1日で89回の出撃を行い警官隊空母の記録を達成した。その後、艦上機は近代化され A、4G スカイホークとウェストランドウェセックスを、 搭載している。シドニーはその任務を姉妹艦のメルボルンに引き継ぎ、1955年4月22日に航空団を下ろし訓練艦となる。1958年5月30日にシドニーで予備役となるが、1962年3月7日に高速兵員輸送艦として最終駅した。ベトナム戦争ではオーストラリア軍の任務部隊を支援し、 24回の兵員輸送を行う。それによって艦にはベンタウ、フェリーの愛称が付けられた。シドニーは1973年11月12日に退役し、1975年10月28日に韓国ソウルの東国成功にスクラップとして売却、12月23日に牽引されてシドニーを出港し、解体処分された。ありがとうございます。